早速お迎えします。池田浩二選手の登場です。拍手お願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日トレーサーさんにもね、特集を行ってまいりました。炭の絵は大好きなチームでしょ。そうですね、もう欲を言えばデイレースが一番好きなんですけどね。はいはい、デイレースが好き。ちょっとやっぱね、ナイターは見にくい例があるので。そうなんだ、はい。ここまでね、2005年に賞金王シリーズで11年と13年にグランプリを取ってますが、今年の第31回グランプリはデイレースです。ありがとうございます。やったいただきますね、はい。優勝する気満々です。現在賞金ランキング第11位。はい、どうですか。いや、よくやってるなと思いますけど、うん、やっぱSG で結果がちょっとあまり出せてないんで、はは、まあ、そこのところだけですね、悔い残ってるのは。ただ G1 まで宮島勝ちましてね、はいはい、現在11位ということなんですけども、今年はスタートがちょっとフライング休みがあったり怪我がありました、はい、これはちょっと苦しかったね。そうですね、怪我した時はちょっと今年はどうかなと思ったんですけど、うん、まあ、完治してからは、はい、まあ、仕事もいっぱいありますし、まあ、結果も出てきたんで良、かったですね。池田浩二さんがなんか痛いなんて言ってるのは想像つきませんが、痛みとのこうなんか戦いっていうのはどうだったんですか。そうですね、まあ、前傾はちょっと行ってみたんですけどね、まあ、やっぱり骨折には勝てなかったですね。骨折には勝てない。もう全然完全に言えばね、もう大丈夫です。はい、さて、仕事がたくさんあるっていうのは近況はもう圧戦続きで、これから年末に向けて。そうですね、本当に忙しいですね。ね、はい、しばらくは九州アンギャンになるわけなんですが、来週は福岡に行って、ボートレースダービー、はい、うん、福岡の相性は、この間一般戦でちょっと優勝したんですけど、うん、まあ、得意ではないです。あれがね、福岡初優勝だったんですね。そうなんですね、はい、ただこれで一つ勢いに乗りましたんで、トントンとこう行ってほしいと思うんですけども、現在のいわゆるプロペラ、これのこうなんか調整の仕方みたいなものはどうなんでしょう。まあ、ヘリダエンジン次第で、まあ、何とでもなるというか、うん、まあ、いいやつ引けばこんな形でも走るんですけど、あ、まあ、悪いと引いた時に、まあ、今まで通りじゃいけないなとは感じますけど、プロペラをですね、いきなり乗る前にガーンと叩く選手もいます、はい、池田さんはどっちですか。あ、僕は乗ってからですね。あ、はい、じゃあ前の人が乗ったのを確認して。そうですね、まあ、そのまま、まあ、ボートはちょっと違うんですけど、うん、まあ、エンジンは触らずそのまま前傾は行きます。まず素直に前の人の状態で乗ってみて、はいはい、大事にしてるのはどういう感触ですか、最初の。まあ、前傾って結構回転が上がらない時が多いんですけど、うん、まあ、そこもまず判断です。はい、上がってるのか上がってないのか、回転が上がってるか上がってないか、まあ、それで、まあ、プロペラ見て、はい、まあ、どういう形してるかを確認します、うん、あ、それで納得いけばそのまま乗っちゃうといきますね、いうことですね、はい、納得いかなかった時ってのはどうなんですか。そうですね、まあ、最近走ってるような形にまずプロペラをしてみて、うん、まあ、そこからスタートですね。ああ、じゃあベース基準があってそこに基本に戻ってと、はい、いうことなんですね。スピードの調整は難しいと言いますかね、SG、そのシリーズも含めて優勝3回ということなんですが、現在現役のボートレーサーで SG8 冠、いわゆるグランドスラム最も近いのはあなたです。そうなんですか。そうです。すごいですね。まあ、グランプリ取ってますけどね、はい、あとは、オーシャンとチャレンジ、はい、ですね。松井さんどうだか知ってますか。あ、分からないです。調べました。松井さんはね、ブラちゃんとメモリアルとチャレンジを取ると8冠ということです。近いですね、僕は。一番近いね。一番近いね、おまけにシリーズも取ってる。と一週休暇だ。ありがたいですね。本当のね、はい。ね、グラン
それも近いわけなんですけども、さて、この、 池田浩司選手を、ね、応援していらっしゃる皆さんが集まってますけども、船橋についてコメントであんまりいいって言いませんね。まあ、正直良くない時が多いです。その理想にからちょっと離れてる時が多いです。本当？はい。じゃあいいって言わないってことはちょっと何か課題がどっかがずれてるなってことか。まあそこも選手によってやっぱ違う。そうですよね。うん、違う。ここはいいけどここはダメっていう選手もいるし、いや合ってないって。はい、基本合ってないって言いますね。合ってないって言いますね。はい。で、合ったらどうなるんですか。合ったら、まあ着順とかそういうのは関係なくして、はい、もう本当にどこでもまくり出しができるとか、やっぱ伸びでちょっと人より出るとか。ちょっと覚えておいてくださいよ。よかったらまずまくり出しができる足。そうですね。うん。それからあとやっぱスリットからちょっと覗くような。覗く。はい、はい、それが来てれば僕は多分防災には出しますけど。お、覚えておいてください。私も覚えておきたいと思います。まくり出しができる足、スリットでちょっと覗く足。はい。炭の上のモーターで気になるエンジンってのありますか。何機かこの間走った時にあったんですけど、ちょっと忘れちゃいました。忘れちゃいました。最近乗ったでしょ。最近乗りました。はい、はい。これはどうですか。あれでもいいです。あれ全部いい。はい。36号機ですか。お、36号機は感触が良かった。そうですね、もう、まあ、よくやっぱいいエンジンがいいんですけど、はいはい、最低そこでいいです。そうですか、はい、はい。さあ、12月の20日からこれデイレースになりますけれどもね、ボートレース炭の上第31回グランプリの開催ということになります。今日は大阪に来て、こうして炭の上で皆さんの前なんですが、なんか昨日から来てたらしいですね。はい、ちょっと参りしてました。何ね、参りしてました。な、大阪には。どこに行ってたんですか。ユニバーサルの。ユニバーサル昨日来て、で、今日もちょっと行ってました。行ってて、で、このまま直帰、そのままもう一回ユニバーに戻って、ユニバーに戻って、帰って次の日の昼に福岡ですね。あ、福岡。あー、ダービー忙しいですね。忙しい合間を縫って家族サービスもしているということです。さあ、たくさんの皆さんもいらっしゃいます。一言お願いします。はい、年末は、本当にベスト6に入って、参戦したいと思いますので、これからもご声援よろしくお願いします。はい、現在11位ベスト6を目指します池田浩司選手、大きな拍手お願いします。